はい、本日はですね、こちらノースフェイスのバルトロライトジャケット2022年の新色で、ね、購入しましたんでご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、後日ですね、出すんですけども、京都のロフトマンっていうお店で撮影させてもらってたんですね。買い物動画撮影させてもらってたら、たまたまその隣の隣にあるロフトマン、ロフトマンって4軒ぐらい並んでるけど、ロフトマンってね、あるんやけど、そのうちの1個がね、バルトロ今日から発売ですよ、なんて言って、いつから発売してたんですかってパッと見たらね、その時1時じゃないですけど、12時からこれ発売しますって言って、全サイズ残ってたんですよ。で、ちょっともう XL だけ一回着てみていいですかってパッと来た瞬間に、これ買いでって言ったらね、店員さんにすごい早いですねなんて言われたんですけども、もともと XL 買うって決めてたから、一応サイズは着てみたんやけども、そんな感じで購入させていただきました。で、こちらがね、新色のグレーになってるんですけど、今まで画像で見てた色味と今これ見ていただいてる色味ってちょっと違うでしょ。特に今回大幅な仕様はないので、やっぱ注目はこのカラーになってくると思うんですね。で、このカラーリングって今見ていただいてるちょっとグレーというよりか青っぽいグレーに見えません？この切り返しの部分がもっと暗い色かなと思ったら、意外と明るいグレーなんですよね。だから明るいグレーにライトグレーに対して、チャコールまでいかんけど、グレーがあるっていう。こっちで見ていただいても分かる通りね、少し明るめですよね。だからちょっと印象が違くて、僕が去年カスタムしたやつって、この切り返しの部分はね、黒なんですよ。この肘のとことかって黒で、本体が結構暗めなグレー。だけどこれに関してはもうそれのもうワントーンぐらい明るいグレーになってるんで、ちょっと写真で見てた色味と違うんですけども、一回ね、まず着用してみましょう。これ僕今回 XL サイズで着用していきたいなと思います。ちなみにサイズ全部揃ってます。 XL、L、M ってありまして、まだ S もあるし XXS もあるんやけども、ちょっと一旦今回は XL サイズで着用してみたいなと思います。今回注目のところは XL サイズまでしか今までなかったんやけど、もう一個上のXXL サイズっていうのが今年から出たんですよ。だから今までちょっと身長の高い方とかね、体つきのがっちりしてはる方っていうのはバルトロ諦めてる方多かったんやけども、XXL サイズまでやったら、どんなんかなと思ってはる方もいらっしゃったと思うんでね、よう考えたら XXL サイズもう一個買っとけばよかったと思ったんやけども、ちょっと時すでに遅し、もうロフトは完売しましたけどね。仕様の変更はね、おそらく多分アナウンスされてなかったと思うので、特に仕様の変更っていうのはないんやけども、いかがでしょうか。カラーリングとかも、いかにも、ノースフェイスっていう感じなんかなと思ったけども、僕個人的には思ってる色とだいぶ違うんですよね。で、どう思ってたんかっていうと、この肘の部分とかもっと暗い色なんかなと思ってたんだけど、意外と結構明るめっていう感じで。そらね、白のヌプシほどここまでは明るくないけど、ちょうど中間かな。で、僕が去年カスタムしたこのバルトロライトジャケットとこの白のヌプシのちょうど中間ぐらいのね、立ち位置になってるんで、買ってみた感想、意外と合わせづらいかもしれないっていうね、他の色の方が良かったかもしれないっていうことなんですけど、今年の注目って多分おそらくこのカラーになってると思うんですよ。だから、見ていただいてね、こんな感じなんかと。ほんな意外とね、抽選外れて、アトモスの抽選僕も外れたけど、外れてよかったと思う人もいてるし、いやこれやっぱ買ってよかったなと思う人もいてるとは思うんですけどもね。こんなカラーリングになってます。一応サイズの分かりやすいように L サイズもね、着用しておきましょう。おそらく僕 XXL 大きいですね。適正サイズはね、この L サイズがね、一番やっぱ適正ですわ。で、こんな感じですね。僕友達からも連絡来ましたよね。たっくんの持っているこのバルトロってどこで売ってんのって聞いたんやけども、これは大阪と東京の渋谷でしか、カスタムそこでしかできないんやけども、そこでね、カスタムして、約1ヶ月か1ヶ月半ぐらいかかると思うんですけどもね、作りました。もう終わってるかもしれないんですけども、冬になる前、9月とかにね、去年も作ったんですけども、こういうね、カラーリングをちょっと遊べるっていうような感じなんですけど、どうです？サイズもね、ぴったりでしょ。多分僕は L がぴったりさ、178センチの68キロかな。少しずつちょっとモデル体型っぽい感じにね、なってきておりますが、毎日筋トレやってますから、それと食事制限もしてまして、ラーメンも僕食べておりませんのでね、そんなことで少しずつ体が仕上がってきております。そして M サイズね、M サイズはやっぱちょっとちっちゃいけどもね、タイプとこのような感じですね。着丈自体ももう全然足りてないし、 T シャツっていうかロンティーの方が長いぐらいな感じだからね、M サイズだったらこれぐらいなんで、ちょっとちっちゃいかなと思いますが、これがバルトロの XL サイズ、L サイズ、M サイズのサイズ感ということになっておりました。ということでね、カラーの感想的にどうですか皆さん。ちょっと思ってるのとちゃうなっていう声結構多そうな気はしますね。っていうのもね、ノースフェイスってね、例えばこういう感じでバイカラーで黒とカラーリングがあるやつっていうのが多いんやけども、たまにこういう黒じゃないバージョンでバイカラー作ってくるんですよ。で、今回バルトロもそうですね。黒じゃないバージョンでバイカラー作ってきたんやけども、これ人によったら非常に珍しいっていう人もいてるやろうし、逆に言うと、個人的にはですよ。このグレーの色を本体にしちゃって、ここのカラーリングを黒にした方がね、よりコントラストが綺麗に出たんちゃうかなって個人的には思うんやけども、そんなガーガー言うてても仕方ないですよね。そんなことで、一応仕上がってはおりますわ。で、価格の方がですね、今年からお値段上がっております。以前まで6万円と500円、6万500円やった
んやけど、今年から62,700円で2200円値上がりしております。ラーメンに換算するとですね、だいたいまあ2杯分ぐらい、チャーシュー丼も食べるバージョンであれば、まあ2杯も食べられへんかもしれんけども、ラーメンとチャーシュー丼と大盛りにした場合で、まあだいたい1500円ぐらいだと思うので、昼食のラーメン分というのがちょっと値段上がってますよということになっておりますね。まあスペックとか特に変わってないから言うことってあんまないんやけども、やっぱりこの改めてね振り返りしておくと、デメリットっていうかね、このバルトロに対しての最も一番のデメリットって、特に今回このグレーがそうなんだけど、もともとこう着膨れしやすいじゃないですか。バルトロってこうモコモコしてる感じなんやけど、それがよりグレーは目立ちます。あの黒とかの方がやっぱりもっとスッキリしてるように見えるから、まあ僕今回 XL 着てるから余計でかく見えるっていうのもそうなんやけども、やっぱグレーっていう結構膨張色やから、ね、明るめの色やから、ちょっとこの辺がねどうなんかっていうところはありますよね。一回上まで締めてみましょうか。はい、というまあこんな感じなんですけどもね、ちょっとまあ宇宙服みたいになってますけどね。あの NASA の人ですかなんて言われたりするんですけど、僕 NASA じゃないですって言ったらいいんですけどね、まあ、そんな感じでちょっと仕上がってる感じではありますよねなんて言ってるのが、今回のグレーは着膨れしやすいカラーリングになったかもしれないということなんですが、まあおすすめの人としてはですね、まあ今までこういうカラーリングってねオーダーしないとなかったんで、あちょっと人と違うバルトロが欲しいっていう方はねいいかなと思いますし、あとね、まあ、バルトロに対してのおすすめの点っていうのは、まああったかいのはもちろん誰でも分かってることなんですよ。こんだけバターあったらあったかいでしょっていうのは分かってることなんやけども、結構ね手放す方も多いんですよね。だから暖かすぎて俺あんま使わんわっていう方も結構多いらしいので、例えば北海道に旅行行くとかね、東北で温泉旅行行くっていう方なんかはね、非常にこれ使い勝手軽いし、旅行とかでもこの収納袋を使ってね掘り込めるんですよ。僕も北海道とか行く時にこの中にくるくるくるって入れちゃって、キャリーケースなんかボーン掘り込んどくじゃないですか。でホテル着いた時にふわって膨らげたら、北海道って雪降って寒いでしょ。でその時にガーって使えたりするんで、そういう時は意外といいかなと思うんですけども、大阪しか行けないとか東京しか行けないっていう方からするとちょっと暑いかもしれないんですけど、まあたまにね旅行とかで寒いとこ行く時はね重宝するんじゃないかなというジャケットになってます。ちなみに僕今回 L サイズのオーダーしてるやつ今年手放しますよっていうアナウンスをしますね。手放す動画また近々撮りますので、また見ていただければなということで、本日はですね2022年のバルトロライトジャケットを買ってみたという動画になってます。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。